ご存知の白樺湖です。ズームアップします。ねえ、夏の、おはようございます。カッパパです。ここはですね、霧ヶ峰の八島湿原の、スタート地点ですね。この場所にいるんですけど、今日はずっとですね、八島湿原をかすめて通ってって、で車山の肩から車山の頂上で、あとはぐっとですね、反時計回りに回って出発地点に戻っていきたいと思います。わあ素晴らしい。わあすごいね、大湿原ですねこれ。ね、こう霧ヶ峰のこの女性的なラインの峰がいいですね。この広大な八島湿原の南側の木道ですね、ぐーっと行って車山の方に向かっていきたいと思います。いやー素晴らしいですね。素晴らしいね。なかなかね、こんな大湿原ないよ。お。ここは何だろう。キュッテ三佐山。そうだね、うん、すごいおしゃれな感じ。はい、川を渡ります。結構ね、水の量ありますね。やっぱり昨日まで降ってただけに。ここはね、こう分岐があるんですよ。 1,2,3 ってあるんですけど、この三つ股の一番こっちですね、この階段を登ってきます。いやーぐちょんぐちょだね。すごい超ドロドロ。舐めてかかってたけどね。なかなか面白いオフロードルート。これ本当ね、ちゃんとした登山靴履いてきた方がいいと思いますよ、ここ。今ね、車山の肩に向かって登ってるんですが、ちょっと
開けましたね。ゆーっと行ってね、こう GoPro じゃ映んないかもしれないけど、あの先がね、美しヶ原ですね。大賀島の電波群がうっすらですけど見えます。いやー、いい運動なの。このルートを舐めたらダメよ。肩に向かって登ってるんですが、先に車山の山頂が見えちゃいましたね。ほら、八島湿原がね、でかいね、こうして見ると。これはでかいね。うん、よいしょ。はい、9時10分。焼けました。うわ、これはすごい。肩で休憩しました。で、ここからね、まあそこ山頂ドームが見えますけど、どうだろうね、30分ぐらいかね。ね、行ってみたいと思います。すんげーいい風。もう天気もね、もうこれぐらい持てば上々ですね。ドームが見えてきた。あそこが諏訪湖ですね。ちょっと見えるね。で、諏訪市内で、こっちが茅野。ずっと来て、これが八ヶ岳ですね。いやー、うん、ねえ、ちょっと赤岳のあたりがこう雲かかってるけど、ね、ずっと来て天狗の方もちょっと雲かかってるかな。で、こっちがね、車山の山頂になります。はい、10時ですね、ちょうど10時。はい、車山山頂に着きました。うわ、八つがね、全部収まってる。ここはすごいね。
はい、一旦ね、こっち降りてぐーっと回ってきます。ここですね、車山の残し方面に降りてきます。はい、あそこはね皆さんご存知の白樺湖です。ちょっとこうズームアップしますね。え、夏の最盛期の白樺湖、逆にね行ったことないんだけど、なんか行ってみたいね。はい、10時28分ですね。八島湿原、あと頂上宮山方面に行きます。いやでもね、霧ヶ峰馬鹿にできないよ。かなりの高低差あるからねえ、あそこにいてさ、ぐーって一気に下がってさ、今こう来てんだけどまあはっきり言ってね、これよりもよっぽど楽な山いくらでもあるわ。はい、10時35分、残しの立て札を過ぎてね、まあ基本的にまっすぐ行きます。でこっから若干降りるんですけど、車山湿原のですね、これは北側かを通って、八島湿原方面に向かいます。すげえ、ヨウパパさんやん。動画を見ていただいている方とお会いしてお話しさせていただいたんで、まあ、ちょこっと一緒に。 MH です。 MH さん、はい。地蔵です。地蔵さん TS です。 TS さん。ジーコです。ジーコさん、はい、3、2、1。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。こっから車山湿原に入るんですけど、こっち側行くと南側ですね。でこっち側ルートは車山の湿原の北側ルートです。で今日は北側ルート行きます。はい、10時47分沢渡り、沢安道分岐です。こっち行けばね、そんなアップダウンなくて帰れるんですよ。でこっち行くとね、登ってくんだけどどうしようかな今会議をします。うん、あのね、こっちにしよう言い訳するわけじゃないけど、ちょっと尾瀬でね、結構無理して歩いたんで、左の腿がプルプルしてるんですよ。はい、そういうことで即決で決まりました楽な方行こうと。いやー、ズボって入ったよ、ズボって。いや今日はね、お散歩シューズで来ちゃったのが間違いで、これもね、舐めてた証拠なんでね。やっぱりね、山は舐めるとダメ。はい、11時21分ですね。来るとき通った三叉路の分岐まで戻ってきました。来るときはですね、この八島湿原の南を歩いてきたんですよ。で、あそこの小屋の前を通ってぐーっと来たんですけど、帰りはこっちですね、八島湿原の北岸の遊歩道を歩いていきたいと思います。はい、
はい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 、ありがとう。はい、締めも。あ、なんかね、小屋が見えてる。よいしょ、はい、八島湿原の入り口に戻ってきました。よく歩いてね。あ、車山のドームがね、あそこに見えますね。ちょうど4時間ちょいぐらい歩いたかな。はい、あのね、ものすごく天気も良かったし、まあ、風もそんななかったんで非常にいい絵が撮れたと思います。はい、じゃあそういうわけで、霧ヶ峰八島湿原トレッキングですね、終わりにしたいと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。門場でした。